はい、皆さんこんにちは、しろたんです。今回はエチュードハウスから新しいリップが登場したらしいので、それをレビューしていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということでレビューをしていきます。で、今回レビューする商品はこちらです。ディアマイグロッシーティントリップトークといって、このリップは中のリップ本体とリップケースが分かれていて、自分の好きなようにカスタムできるというリップになってます。全部で20色のリップと20種類のリップケースがあるので、最大で8000通りの組み合わせができるらしいです。こうやって自分だけのオリジナルなリップを作れるので、友達の誕生日プレゼントとかでもとてもおすすめだなと思いました。で、今までには日本になかったらしいんですけど、今月10月6日から日本にも登場したらしいです。で、このリップはヌレツヤリップといって、ビー玉のように透き通った発色でツヤ感を演出し、うっとりぬほれるリップメイクに仕上げてくれます。グロスのツヤ感とティントの色持ちを1本で叶えることができるそうです。エチュードハウスのティントって結構評判が高いって聞いたので、ちょっと期待ができるなと思います。で、保湿成分も入っていて、ヒアルロン酸ナトリウム、蜂蜜エキス、加水分解コラーゲンが入ってるそうです。これから秋冬唇乾燥するのでとてもいいなと思いました。はい、で、今回私3色ゲットしたんですけど、はい、こんな感じになってます。まずレッド系の色味の RD303 番と、これがブラウン系の色味の BR401 番と、で、これがリップ自体が水色っぽい色味なんですけど、温度や湿度によって色味が変わるらしいです。で、今回3つのリップに合わせてケースも3つ選んできました。はい、こんな感じでパッケージもとても可愛くなってます。では1個ずつ開けていきます。はい、まずこちら、こんな感じのケチャップのケースになってます。めちゃくちゃ可愛いですよね。これ色味もね、すごい気に入ってます。で、2つ目がこちらです。これはサイトで見た時からすごい狙っていたやつで、結構リップのケースとか見ててもこういうような面白い感じのケースが多かったんですけど、こういうね、大人っぽいやつもあってすごいいいなと思いました。で、3つ目もこんな感じで、紫に下がメタリックみたいな感じになってるんですけど、とてもおしゃれだなと思います。ちょっとリップはめていきたいと思います。で、このケチャップのケースに赤色のリップはめていきます。で、リップ本体はこんな感じになってて、で、このクリアなキャップを外してこっちに入れ込みます。こんな感じで簡単につけれちゃいます。はい、こんな感じです。で、全部やっていきます。はい、今全部はめ終わりました。じゃあ1個ずつ手に塗っていきます。まず RD303 番です。こんな感じで赤色のリップなんですけど、ちょっとオレンジがかったような明るめの朱色みたいな感じのリップになってます。次 BR401 番です。はい、こんな感じでオレンジブラウンみたいな感じかなの色味です。はい、で、最後 GR701 番です。手首タイヤないかもしれないんですけど、今ちょっと塗ってみた感じこんな感じになってます。うっすら色づいてる感じです。では一つずつ唇塗っていきます。じゃあまず薄い方からいこうかな。この GR701 番から塗っていきます。はい、こんな感じで若干色がついたの分かりますかね。ピンクっぽい色味してます。すごい自然な感じになるので、メイクナチュラルにしたいなっていう時とか、なんかちょっと唇の血色悪すぎて顔色悪く見えるから、ちょっとだけ色付けたいなっていう時にちょっと塗るのもいいかなと思いました。どんどん塗り重ねることによってだんだん結構色味もはっきりしてくるかなと思います。で、なんか匂いもなんだろうな、なんかアップルみたいな、パインとかそっち系のフルーティーな匂いがします。めちゃくちゃいい匂いです。はい、じゃあ次 BR401 番を塗っていきます。はい、こんな感じでめちゃくちゃヌーディーな色味になります。なんか手に出した時もうちょっと濃いかなと思ったんですけど、意外と唇に塗ってみるといい感じに馴染んでくれて、とても使いやすい色だなと思いました。なんかちょっとアイメイクが濃い時とか、口元はヌーディーにしたいなっていう時に結構おすすめかなと思います。すごい落ち着いた色味なので、大人っぽくもなれて秋にぴったりなリップだと思います。これがグロッシーな感じなので、なんかちょっと下にもうちょっと濃いめのリップを塗って、ブラウンがかった色味にしたいなって思った時とか、これを上から重ねても可愛いんじゃないかなと思います。ではラスト RD303 番を塗っていきます。
はい、RD33 番こんな色味です。マットのリップだと結構そのままの色を発色してくれると思うんですけど、やっぱりツヤがあることによってその分透明感が出るっていうか、ちょっと色味が薄くなるような気がします。でもツヤもあるし、そんなに主張しすぎない赤だと思うので、赤リップ使ってみたいなっていう方には結構おすすめな色かもしれないです。もう本当にこの3つのリップに全部に塗るんですけど、馴染んでくれる色味なので使いやすいなと思いました。でこのリップ本体のお値段が972円でした。でこのケース本体が486円でした。2つセットで買うと1458円になります。リップケース1個だけでリップを何種類か買って、それを使う時によってはめても全然いいと思うし、逆に同じ色のリップでケースを何個か買ってそれをはめ替えたりして使うのもいいんじゃないかなと思います。本当に可愛いんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、今回はこんな感じでエチュードハウスから出た新作のリップたちをご紹介しました。少しでも参考になったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画も見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。